困ってる人がいるときには当然手は差し伸べなければならない、当たり前のことです。それは人種で差別されるものではない。ただしこの一言だけ言うと、日本人の俺たちでさえちゃんとやってもらってないのにっていうような話が混ざるのはおかしいんですよ。政治が日本国民のために、この国に生きる人々のためにちゃんと仕事をやらなきゃいけないっていうのは大前提だから、それがなされてないからいろんな話がこれ混ざり合って、結局ガス抜きされてるだけなんですよ。外国人がお前っつって、この世の地獄みたいな景色がいっぱいある中で、今あなたのこの状況をなんとか命を保つためにつながれるものは生活保護しかないと、恥とは思わないでほしい。外国人への生活保護についてお伺いしたいのですが、私の考えでは日本政府は日本人の保護を優先として、困窮外国人は帰国してもらうか、自国に保護を求めるのが筋じゃないかなと常々思っていました。日本が外国の方の生活保護を法律で認めてしまうと、それを当てにしていた人がどんどん乱入してしまうのではないかとちょっと考えてしまうのですが、どうお考えでしょうか、教えてください。外国人に対する生活保護ということで叩く人たちいますよ。それって支給するかしないかってことは、その人がどういう状況にあるかってことを判断してからの話なんじゃないですか。例えばだけれども、技能実習生として日本にやってきましたと、でもともとそういう実習生っていうのは労働者として連れてきちゃダメなんですよ。少なくとも技術を継承して母国に帰って、それをしっかりと母国に習ってきたことを恩返しすると、日本の技術を海外で応用してもらおうということで始まってんです。そういう形で始まってるけれども、結果どうなってますかって言ったら、雇用の調整弁になってんですよ。安い労働者増やすっていう意味で奴隷使いいっぱいされてきてるじゃないですか。でそういう人たちが日本に来るときにはどういうようなシチュエーションで来るかって言ったら、とてつもない借金をしながら、親戚とかいろんな人から借金をしながら日本に渡航するお金を工面するんですよ。日本に来た結果どうなったか、例えばですけども、どう考えても労災案件というような事故に巻き込まれたとしても会社は絶対に認めない、泣き寝入りするしかない。5本指あった人が段ボールの工場で働いてて、もうグーになった人いますよ、プレスされちゃって。それだけじゃない、さまざまなある意味での法令違反とかっていうことが日常的に行われてて、そうやって外国人を雇っているような事業所の7割を超えるところが法令違反になっているような運用をずっと認めてきたんですよ。世界中でアメリカの国務省はもちろんのこと、それだけじゃなくて国連からも奴隷使いはやめろってことをずっと言われてたんですよ。そういう方々がもう辛抱たまらずに逃げ出して、何かそうやって生きるためにセーフティーネットにつながるということがあるならば、私は救うべきだと思ってます。どうしてか、勝手に来た人たちじゃないから、ある意味で政治に騙されて連れてこられた人たちでしょ。いろんな技術を継承できるというようなことを入り口にやってきたけれども、来てみたら地獄のような働き方で安い労働力として奴隷労働させられてるっていうような人たちもいるってことです。話を戻すと、何かケースバイケースです。その人を救うのか救わないのか。ただ一つ言えることは、困ってる人がいるときには当然手は差し伸べなければならない、当たり前のことです。それは人種で差別されるものではない。ただしこの一言だけ言うと、日本人の俺たちでさえちゃんとやってもらってないのにっていうような話が混ざるのはおかしいんですよ。政治が日本国民のために、この国に生きる人々のためにちゃんと仕事をやらなきゃいけないっていうのは大前提だから、それがなされてないからいろんな話がこれ混ざり合って、結局ガス抜きされてるだけなんですよ。外国人がお前っつって、それ言って資本家が考え方変える、政治家が考え方変える、収奪してきたのは資本家の方でしょ。税金の取り方歪めて、働き方壊して、海外から安い労働力入れて、で賃金上昇っていうのもこれ押さえつけて、これを考えたらやっぱり日本に生きる労働者も外国から連れてこられた労働者も両方とも被害者といえる状況が拡大してるじゃないですか。ここに対して人種ってとこで線を引っ張ってそういう話をしだすと、一番本当は自分たちが見なきゃいけない相手、こういう社会構造を作ってきた資本家や政治家たち、これ免罪になっちゃうんですよ。私はその構造を変えていきたい。困ってる人に手を差し伸べる、これは必要なこと。もちろん程度の差はありますよ。あなたが心配されているような、何を言われてるかってことは細かには分からないけれども、
困ってる人には手を差し伸べる、当然のこと。逆に言えば日本に来たけど助けられたという記憶を持って国に帰ってもらうってことは、これ非常に重要ですよ。使い潰された、人間扱いされなかった、死ぬとこだったっていう記憶を持ったまま帰国された方が、これ私は外交安全保障上最悪のパターンだと思ってます。それが実習生制度であったというふうに思ってるんですね。でね、今生活保護の話が出ました。皆さんの中には生活保護と聞くと怠け者が受けるものだとか思ってる人いません？不正受給だらけだと思ってる人いません？ごめんなさい、それ間違いです。生活保護の不正受給は全体の 1.8% です。もちろんこの 1.8% は是正されるべきです。一方で 98% が適正に受給されている、つまりはそれがなければ命はつなげない状態にあります。これを不正受給だらけだとか怠け者が受けるものだっていう刷り込みを随分されちゃってるのがこの国なんですよ。本当にあなたが困ってる時に自分からこの制度があるっつって、そのセーフティーネットにつながれないような状態、いやそれはさすがに自分の中で気持ちが許さないとか、なんかそんなギリギリのラインなのに葛藤をさせてしまうようなことあったらダメなんですよ。どうしてそのような状況が出来上がったかっつったら、これ自民党なんです。今日で議員になって25年ということで表彰されてた世耕さん、そして片山さつきさん、野党時代に生活保護をバッシングの対象にしたんです。その時に起こったことは何かっていうと、お笑いの人、芸人さん、親御さんが生活保護受給されてたんです。息子は稼いでんのに親は生活保護受給してる、そんなもの不正受給だろうってことで叩かれまくったんです。でも違うんです、これは不正受給じゃない。息子と親との関係性、親の面倒は子供が見なきゃいけないなんてものは存在してないんです。個人として見られるんです。だって家の中で関係性うまくいってる人なんてどれぐらいいんの？親との関係良好ですって言える人はラッキーよ。でもみんなそうじゃない。実家が地獄、そんな人たちもいっぱいいる。親が困窮状態でセーフティーネットにつながれたんだったらそれでいいんですよ。どうしてか、日本国憲法13条は個人として尊重されるということが保障されている。親子関係が悪い、親の面倒までは見れない、昔にいろんな記憶がある、分かりませんよ、暴力振るわれたりとかいろんな関係性があるわけだから、そういった時に親が困窮状態にあるならば、それを救うのは行政なんですよ、国なんですよ。だから不正受給じゃなかったんですよ、その芸人さんは。なのにそれを叩き続けて、そういうやつらが救ってるのが生活保護だっていう誤った情報を流し続けたんです。でね、コロナの時もう死にそうになってる人たちいっぱいいましたよ。非正規、住んでた寮も追い出されて、派遣だったりいろんな人たち、住まい失って全財産持って大きなターミナル駅行って、最後の1万円、最後の1000円、最後の100円握りしめて駅で生活してる人たち、全財産握りしめてるから、それを持って移動してるから誰が困ってるか一発で分かる。話しかけるんですよ、大丈夫ですかって、何日目ですかって、所持金失礼ながらおいくらですかって、とてもじゃないけどそこから先生きていけない、物を盗むしかないんですよ、もしくは死ぬしかないんですよ。そんな人たちいっぱいいたんですよ。でなんとか行政につなげようと、政治ですぐに手立てを打たないから、少なくとも被害者を減らすためにはこれ行政でそのまま今あるシステムでなんとか救ってもらうしかないと思って声かけまくったんですね。みんな断るんですよ。78歳、非正規、仕事失ったって、でも大丈夫だ、生活保護は受けたくない、なんとかなる、コロナが終わればって、そんなもんいつ終わるか分かれへんで、だからお願いから受けてくれと、紹介するからって言っても断り続ける。そのうち仕事は戻っていくって、戻るわけないやん、78歳のあなたに仕事が戻る前にもっと若い人たちに先に仕事が振られるよ。この世の地獄みたいな景色がいっぱいある中で、今あなたのこの状況をなんとか命を保つためにつながれるものは生活保護しかないと、恥とは思わないでほしい、そういう説得を続けるけれどもみんな受け入れないんですよ。これってむちゃくちゃ罪深い。何かあなたが困った時に頼っていいもの、胸張って受けていいものが生活保護であるはずなのに、それを汚れたものだというふうに思い込まされてしまってる、刷り込まれてしまってる、あまりにもひどいですよ。何が言いたいか、もしあなたが困ってる状態であるならば迷わず受けてほしい。私もそうする。この先どうなるのかわからないもん、利用しなきゃいけないという状態に来れば必ず私は受ける。それがあなたの権利であり私の権利でしょ。ここ今ずっと引き下げられてて
生活もギリギリなんですよ。お前生活保護受けてええ身分やなとは違いますよ。ギリギリもいいところ、それに対して幻想を抱いて現実も分からずに受けるやつらは最低だとか、いい生活ができるとかとんでもない。多くの方々に知っていただきたい生活保護という部分に関しての誤解を、簡単にお話しさせていただきました。